吉田岩尾吉田岩尾7月6日から1963年6月4日は、大正から昭和にかけての教育者、愛の民族研究家。福島県歌群中村に、元、相馬藩士であった吉田康氏への4、男として生まれる。母は、二宮孫徳の孫であり二宮美巫親の妹。1903年に、福島県立第四中学校を卒業後、 1904年から、郷里で小学校教員となり、1906年に、兄の住む北海道の豊頃にわたる、同年中に、音福人情小学校の教員となり、以後アイヌ学校の教員を歴任した。1907年に、目室村の盲根人情小学校に転任、その年のうちに、北海道旧土人教育会の経営する実業補修学校に転じるものの、 1910年の、うっさん噴火による学園の閉鎖に伴い職を失う。アブタ第二尋常小学校の教員代理を経て、1911年に、サルグンビラトリ村、におい尋常小学校教員となった。1913年豊頃村法徳教育所に転じ、展示、1915年12月から、帯広の第二伏フ古尋常小学校に勤め始め、1931年に、 同行が廃止になるまで校長権訓導として、アイヌ民族と共に生活し、その風俗や伝承を記録した。1922年に北海道庁が歩道委員制度を創設すると、その移植を受け、1923年から土人歩道委員1932年から方面委員1946年より、 民生委員となり1949年まで務めた。1950年に帯広市文化賞、1952年に北海道文化賞を受賞した。小川正人、北海道立、アイヌ民族文化研究センター調査研究報告書4、4北海道立、アイヌ民族文化研究センター、2008年、1P。AB 小川正北海道立、 アイヌ民族文化研究センター調査研究報告書4北海道立アイヌ民族文化研究センター2008年 2P 北海道新聞社編北海道歴史人物辞典北海道新聞社1993年404から 405P ありがとうございます